冬の盛岡駅周辺を歩いてみる。今日は岩手山がくっきりと見える。寒い日が続くが心は晴れやかだ。まさにこの青空のような気持ちなのだ。エスカレーターを登るとなぜか走りたくなるおっさん。地下通路を渡るとワープしたくなるおっさん。わけもなく走り出したくなるおっさん。おっさんはバスが好きだ。みんなどこへ行くんだろう。盛岡はバスの街と言ってもいいだろう。車を運転できない僕にとってバスはありがたい存在なのだ。冬に存在感を増す七日窓。冬の夜に存在感を増す LED 電球。いつか乗ってみたいな2階建てのバス。今年は盛岡を訪れる人が増えればいいな。いつも以上に観光客が増えればいいな。いろんな名所を巡ってうまいもの食べてお土産をたんまり買ってもらえればいいな。世の人々が真実に気づき普通に生活できる日が来ることを願う孤独のライダーなのであります。さて今日のランチはここにするか。駅前の老舗ラーメン北海。あれ？ひろしの店？僕が頼んだのが野菜炒め定食。五木ひろしさんならこれ頼むじゃないかと思いチョイスしました。五木ひろしさんは歌がうまい。歌手だから当たり前といえば当たり前ですがレベルが違いすぎます。人の心をくすぐる歌も多いよね。僕が好きなのがちぎり。いろいろな人と人との約束事を連想させられます。あなたは誰とちぎりますか。ドアの心を結びますか。僕は神様とちぎりたい。永遠の心を結びたい。神様から愛される人間になりたい。そう思いながら野菜炒め定食を食べるのです。この
この野菜炒め定食にはもやしがこんもりと盛られております。もやしはいいですよね。とにかく安いってのがいい。スーパーに行くと一袋20円ぐらいで売られております。今日ちょっと懐が寂しいなってな時はもやしと舞茸を買います。それを油で炒めて醤油みりん砂糖で味付けすればそれなりのおかずが完成いたします。何よりもボリュームもあって食べ終わった後の満足感が半端ないです。俺の今日のコスパ高いよねって心の充足も得られます。ちょっと懐に余裕があるときはお肉やキャベツや人参も一緒に炒めます。お肉やお野菜の宝石箱の完成でございます。人生は何もお金をかければいいってもんじゃないです。お金をかけた分だけ幸せが舞い込んでくるもんじゃないです。お金がないならないなりに知恵と工夫でなんとか楽しめばいいじゃないですか。昔から人々はそれなりに暮らしてきたのですから。どんなに着飾ったお金持ちよりも野に咲く花の方が可憐で美しいものです。我々も自らの幸せはどこにあるのかを真剣に考えていきたいものですね。